ES-1001 は東京大学宇宙航空研究所によって開発された液体水素、液体酸素を推進剤とする水力10トン級の上段用のロケットエンジンである。LE-5 の開発に失敗した場合には10トン級エンジンをバックアップとして使用する予定であった。日本の液体燃料ロケット開発は 戦中の修水に使用された特量二号原動機の経験があったものの、改めて開発する必要があり、宇宙圏を中心として上段ロケット用に適した液体水素、液体酸素を推進剤とする液体ロケットが開発された。当時、液体水素を推進剤とするロケットエンジンを開発していたのはアメリカ、フランス、ソビエト、中国、日本だけだった。 開発にあたり、宇宙開発事業団から10トン燃焼機と液水、液酸、メイン弁ン、液水、液酸予例弁の供与を受けた。本機を搭載した実機が打ち上げられることはなかったが、開発過程で得られた知見は、ES-700 にとともに、後の LE-5 シリーズをはじめとする日本の液水、液酸系推進系の開発に活用された。液体酸素と、 液体水素を推進剤とした実際に稼働した最初期のロケットエンジンである。当初はミューロケットの第二弾用エンジンとして1970年代から開発が始められた。LE-5 と同じ燃焼室を使用しており、両者間の構成要素での大きな違いはターボポンプである。ES-1001 の燃焼器は RE-5 は 当時、宇宙開発事業団で開発中だった LE-5 エンジン用に開発中だったものが供与された。エンジンの燃焼サイクルはガス発生器サイクルを採用しガス発生器で発生させた水素リッチな低温燃焼ガスを用いてターボポンプを駆動し燃料を昇圧する。駆動に用いられた燃焼ガスは排出される。使用されるターボポンプ t p 1 0 0には 宇宙圏方式とされる他に類を見ない独創的な形式である。ありがとうございます。